はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら 488GTB の通常版と初回特別仕様です。はい、しっかり見ていきます。このモデルは 488GTB の初回特別仕様だね。ボディカラーはイエローです。でイエローって言っても少し山吹色っぽいイエローだね。すごく綺麗だね。でヘッドライトの方はクリアパーツになってます。でフロント周りはこんな感じだね。このグリルの部分のメッシュのような部分も再現されてるね。でフェラーリのエンブレムがプリントされてるね。でルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。すごく綺麗なフォルムだね。で横から見るとこんな感じです。ここにもフェラーリのエンブレムがプリントされてるね。で下の部分はこの辺りが少しブラックな塗装になってて、すごくシャープなイメージになってるね。でここの部分の入り込み部分も細かく作られてます。で後ろの方はこんな感じだね。リアのテールランプはレッドのクリア樹脂パーツになってます。でこの部分にフェラーリのエンブレムだね。でリアのこの部分のディフューザーの部分とかもすごく細かく作られているね。で右側面はこんな感じだね。こちら側に給油口があるんだね。で上を見ていくと、でリアのガラスの部分にもフェラーリってプリントされてるね。で1番はこのエンジンルームの中だね。ここもしっかり再現されてかっこよく作られてます。すごいね、こういうところまでしっかり作られてるんだね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でその他のギミックはないけど、やっぱり一番の見どころはこのエンジンルームの中なのかな。でもう1台これだね、 488GTB の通常版の方です。ボディカラーはレッドだね。やっぱりフェラーリのレッドってすごくかっこいいね。でこのフェラーリのレッドにフェラーリのエンブレム、これが結構エンブレムが映えてかっこいいね。でフロント周りはこんな感じだね。でその他初回特別仕様と通常版は形は同じだね。で横から見たらこんな感じだね。で後ろの方はこんな感じだね。テールランプもレッドの樹脂パーツになってます。やっぱりボディカラーがレッドだとフェラーリのエンブレムがよく映えてかっこいいね。で右側面はこんな感じだね。で上を見ていくとしっかりエンジンルームも見えるね。でフェラーリってプリントここにもされてるね。すごいこの光沢感かっこいいね。内装もすごく細かく作られてるね。このダッシュボードのあたりからステアリングの部分まですごく綺麗に作られてます。シートの部分もいい感じになってるね。この部分だね、エンジンの部分まで細かく作られてます。ここはちょっとカラーリングするともっとかっこいいだろうね。でこの通常版の方もタイヤはサスペンションがついてます。で裏の方はこんな感じだね。プロデュースアンダーライセンスオブフェラーリって書いてあるね。で2018年のシャーシに当然なってます。こんな感じで2台並べてみても、イエローもレッドもどちらもかっこいいね。少しこのレッドの方がフェラーリのエンブレムがはっきり見えるね。でこんな感じで光を当ててみると流線形のボディラインがはっきり見えてきて、これもすごくかっこいいね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージに 488GTB のイラストがあって、ここにフェラーリのエンブレムがプリントされてるね。で側面はこんな感じだね。でこの部分にフェラーリのライセンスシールが貼られてます。で後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日は 488GTB の初回特別仕様と通常版の方を紹介しました。ですごく人気モデルでネット予約するのも大変だったけど、今日店頭で並ばれた方はちゃんと買えたかな。今度12月はフェラーリセットが発売されるね。そこにも 488GTB がラインナップされているので楽しみだね。
で前評判通りすごく出来が良かったね。でフェラーリのこの車高の低さとかこの流線形のボディラインっていうのもしっかり表現されててすごく良かったです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。